はい、どうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日はラガーズの試合をお届けいたします。関東草野球リーグの2部リーグ初戦 VS ワンインアミリオンズさんとの一戦です。昨年ゾゾマリンで、4部リーグではありますが優勝をして一気に2部昇格しました。今年もプロスターに行くために絶対に勝たなければならない一戦となっております。さあ、先行ラガーズ初球、斉藤さん初球から打っていきますが、これはアウトとなりワンアウト。はい、2番が西澤さん。この日はね、翔平が2番じゃなかったんですよね。ベテランのチーム1のベテラン西澤さんが2番に立ちますが、これが詰まらされてサードゴロとなってツーアウト。さあ、主軸谷中に回ります。谷中もね、今年はガツンとした打球があんまり見れてないので、はい、と話していましたが、これがセカンドフライ。初回は三者凡退で終了となります。ラガーズの先発マウンドには谷田が上がります。谷田も最近はずっと先発マウンドを任されているので、今日ね、大事な初戦いいピッチング見せてほしいと。強い打球、スー君がね、その後素早く送球したんですが、送球がこれ合わず、まっすぐと詰めます。そしてここ、はい、スチールを決められてしまう。ここね、届かせたかったですね。アウト取りたかったですね。申し訳ない。はい、そして手堅く初回から送ってきましたね。はい、これでワンアウトとなります。さあ、フルカウント、スリーボールツーストライクとなって、これが外外れてフォアボール、バッターは出塁となります。ここでね、ワンアウト、初回からピンチとなっております。はい、そしてこの打球ピッチャーゴロ、サードランナーが帰ってこずファーストアウト。そしてこれ自打球と勘違いしたのかな、ファーストランナーが戻ってきてしまい挟まれて、その間にサードランナーがスタート、翔平がホームへ送球、なんとかタッチしてアウト。判断ミスもあり、初回無失点に抑えております。さあ、ラガーズの攻撃、4番は楠木くんからとなります。はい、これよく見ました、フォアボール、先頭出塁です。さあ、バッターには翔平、打撃好調ですよ。今日もね、その好調のバッティングで勝利へ導いてもらいたい。これよいしょ、打った、これが左中間へ落ちる、泳がされながらも左中間へ。そして楠木くんが爆走、サードセーフ、技ありのツーベースで先制のチャンスとなります。いや、ナイスバッティング。さあ、ノーアウトでチャンスですからね。6番ベテラン柴田さん、ここ見せてもらいたいところ。これいい当たりなんですが、サードゴロとなってしまいます。ちょっとね、引っ張って強い打球だとランナーは帰ってこれないですよね。いや、いい当たりはいい当たりなんですけど。さあ、キャプテン神田さん、これ高いバウンドだが、ホームはアウト。高いバウンドも帰ってこられず、これで2アウトとなってしまいます。さあ、バッターには龍が、これスタート、神田さんスタートで、これが運よく、はい、ピッチャープレートに当たる珍プレーですね。珍しいプレーですね。これでランナーに三塁となりますが、これもサードゴロとなってしまい、ファーストアウト。後続続かず、ノーアウトのチャンスも生かせず。さあ、2回もマウンドが谷田が上がります。ファーストこれ眩しくて、なおかつスピンかかったフライなんですけども、翔平さんがっちりとキャッチ。で、そしてお次サードゴロ、今回はね、楠木君がっちりと取りました、ツーアウト。さあ、お次のバッター、どう攻めていく、ちょっと強い打球、楠木君グラブに当てる。そしてあそ間に合う、落ち着いてましたね。1回落としましたが、三者凡退となっております。さあ、ラガーズの攻撃、ピッチャーの谷田から援護できるか。これいい当たりもサードゴロ、ファーストアウトとなってしまいます。はい、1番斉藤さんに戻ります。これちょっとボーン玉でしたかね、手出してしまいましたね。これで2アウト。さあ、ベテラン西澤さん、打った、ショートフライか、ショートフライだが難しいところに落としていく、しぶとく落として2アウトから出塁、いぶし銀ですね。さあ、谷中、
上げてしまったか。ピッチャーフライでバランナー出塁しましたが、この無失点となってしまっております。はい、そして先頭外の変化球で三振奪います。谷がナイスピッチ。さあワンアウト。そしてこの打球、おお、よく反応した。いいね、ツーアウトです。いいね、谷が今日体動けてますね。はい、そしてこの打球ちょっと眩しいし難しいところだが、はい、風もありましたが龍河がガッチリとキャッチ。この回も三者凡退となっております。さあ4番の楠野くんから、いい打順ですよ。ただこれが低めの変化球に手を出してしまい三振となります。さあ翔平の2打席目、先ほどは技ありの左中間を落とす2塁打でした。ただこれちょっとバット大回りしてましたかね。サードゴロとなってしまい2アウトとなります。さあここから出塁することができるか柴田さん。はい、うまく合わせた。レフト線に落としていく。さあ2塁いけるか、いけるか、いけるか。はい、スタンディングダブル、ツーアウトからチャンスを作ります。ナイスバッティー、うまく拾いましたね。さあキャプテン神田さん見せてもらいたいところ。ただこれもサードゴロ、今日サードゴロ多いっすね。ファースト送球してアウト、チャンス生かせず1点がちょっと遠いっすね。さあチャンスを作った後の攻撃、うわっうっと、なんだこの打球は。ライトすっげー後ろに、はい、超絶打球がライトの頭を越えていきます。もうね、相手の反対側のグラウンドまで行ってしまいました。完璧に捉えられて先制を許してしまいます。これちょっと僕も反省でしたね。不用意に行っちゃいましたね。ちょっと流れってものもあるのでちょっと考えていかないといけなかったですね。はい、そしてこの打球が魔の三角地帯に落ちる。そして全員が出てしまっていたため、これ守備の乱れですね。誰か一人がセカンドベースに気にかけていればそこちょっともったいなかったですね。はい、ただこれ外の変化球めちゃくちゃいいとこ決まりましたね。三振となります。ナイスピッチ。そしてこれでランナーがスタート。これはちょっと体勢的に無理だったんで投げない方が良かったですね。クスノキ君ナイスカバーです。はい、ランナー三塁となってしまいました。これがフラフラッと上がった打球、セカンド取るかライト行くか、ライト行くか。ただライト間に合わずポテンヒットとなってしまいます。アンラッキーですね。はい、さらに追加点を献上してしまいます。さあでもね、ここで抑えたいところ。さあ谷田牽制、これがアウト。ナイス牽制ですね。なんだ、油断させたところで一気にアウト。はい、本日はここまでです。次回後半戦をお届けします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアシャー。いけいけいけ、そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。